こんにちは。いつも一人です。今日はですね、家庭菜園1ヶ月前に植えたんですけど、その生育状況がどうなっているかっていうのをですね、お伝えしたいと思います。一応こういう感じですね。これ大根です。大根、だいぶ大根はだいぶぽやぽやーとですけど、出てきましたね。大根。次は、これ唐辛子なんですよ。唐辛子。正直これ、15センチぐらいなんですけど、芽が、なんかこう、芽がなんか出てきたかなーっていう感じですね。あんまり大きくなってないなー。次、これね、見えますか？これアスパラなんですよ。これね、アスパラの苗っていうのが売ってて、それを植えて、1ヶ月ぐらいですね。爪楊枝の先みたいなのがこう出てきました。次これね、さつまいもなんですけど、全然なってないや。これさつまいも。これもさつまいも。これね、エゾわさびなんです。なんかこう新芽がなんかこう出てきたんで、下の方ではたくさんできてるかなーっていう。これ落花生もダメだ。落花生、生姜、トウモロコシ、トウキビ出てきた。トウキビ。生姜はダメだ。これ先日黒千石っていう豆なんですけど、植えてまだ2、3日しか経ってないんで。で、これもなんかなってないね。何植えたかも忘れた。ニンニク。これね、枝豆なんですよ。さあ、さやえんどう。これもさやえんどう。で、チンゲン菜。ほうれん草。パセリ。小かぶ。これね、カラスが多分いたずらしたと思うんだけど、掘られてる。やっぱりイチゴダメだ。イチゴ全然種が、芽が出てこない。で、これはね、このモヤモヤっていうのは人参なんですよ。人参。で、20日大根も出てきた。これは何かな？赤かぶだ。で、これは何？これチンゲン菜だ。で、これはね、バジ、ん？パセリだ。こんなちっちゃいんだ、パセリ。で、20日大根。20日大根、トマト。そんな感じなんだよ。見えますか？こんな感じ。折れてる。で、次はね、家の裏にあるんですよ。家の裏。行ってみましょうね。
シダ植物が踏まないように。これ二十日大根ダメだ、いちごダメだ、トマト、大玉トマト、長ナス、長ナスもダメだ。あ、トマト、トマトもちょっと芽出てきた。ずーっと、あ、いちごダメだ、いちご全滅だ。でね、これ長ナスなんですよ。長ナスも芽がなってない。全然ダメだ。いちご、あーダメだ。お、ニンニク、ニンニクは芽出てきたね。やっぱ強いね。これなんだ、これちょっと待って、あ、二十日大根、ラディッシュ、いちご、ダメだ。お、バジル、バジル、おー芽出てきた。で、ニンニク、あ、すげえ、でっか、でかい、でかい、でかい。あ、ほうれん草、ほうれん草どこで、このもやもやあっちのほうれん草。こんな感じだ、こんな感じだ。すごい、すごい、すごい。シダ植物、シダ植物、よしよし。家庭菜園のコーナーでした。また1週間後にお伝えしたいと思います。いつも一人でした。